ラジェンドラ・ウィクラムシャ派は、ネパール王国の第五代君主。1813年12月3日、ギルバン・ユッタ・ウィクラムシャ派の息子として生まれた。1816年、不王のギルバン・ユッタの死去により、3歳で即位する。1842年、皇太子スレンドラの素行不良を理由に、カトマンズで、人々が決起し、その統治権停止を要求し、困惑したラジェンドラは、 第二世ヒラージャ、ラクシミーデビーに全権を委任した。ここから実に数年にわたる権力闘争が始まったが、王はその間無力な存在であった。1846年9月、王宮大虐殺事件が発生し、首相を張ってジャンガ社配下多数の重臣が殺害され、ジャンガバハドゥル・クンワールが首相となった。同年十月、バンダール・カール事件の発生後、 第二世紀と共にインドに亡命を余儀なくされる。クンワルは聖をラナと変え、その子孫は代々最小としてネパールを支配し、ゴルカ朝は1951年までの104年間に渡り、実権を失う。1847年、ジャンガバハデルダ島の兵を挙げたが、その軍勢は打ち破られ、ラジェンドラは逮捕された。その後、彼はバクタプルに投獄され、 生涯をそこで過ごした。一時はカトマンズのハヌマンドーカ宮殿にも移された。1881年7月10日、ラジェンドラはバクタプルで死亡した。ありがとうございます。